どうも、昼からイブニングです。もうすぐ始まります。今日はですね、ゲストいないんで、まあのんびりやってみようかなと思っております。のんびり何をやるんでしょうね。マイクがいつも斜めってんだよな。とうとうですね、VR を見るこのメガネみたいの買ったんですよ。なんていうんですか、携帯をセットして、その携帯の動画で VR つって、バーチャルリアリティの略ですか、これ。それが見れるこの目につけるやつ買ったんですよ、1000円ぐらいで。ほんで、家帰ってよしと思って見てやろうと思って携帯セットしてつけたんですけど、僕の携帯ちっちゃいんでしょうね。見れないんですよね。わかんないですよ。見れないっていうか、なんかこう、なんていうの？携帯がセンターにこう来ないもんですから、なんかこう、画面の半分しか見えないみたいな感じなんですよ。で、僕決めましたよ。そろそろ携帯変えます。新しいやつに。VR を見るために。皆さんこんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、パーソナリティーイラミナセキです。いやー、 VR 見たいんですよ。もうなんか VR もね、いろんなのあんですって。いや、まあ昨日見てたんだけど、 YouTube で、あ、こんなのあるんだ、海の中に潜っているような感じになれるのねとか、あとこのジェットコースター乗ってる気分になれるのねとか、あ、なんかこうちょっとね、素敵なお姉さんが目の前に現れてくれるのねとか、まあ、いろいろあんの。そう、だからそれをこう、なんか最近多いじゃないですか、ゲームとかでもあるんでしょ、その VR でこうなんかやったりするわけでしょ。 VR 言ってる割には僕あんまり詳しくないので、ここら辺にしときたいですけど、はい。まあ、VR とは違うんですけど、今ですね、この 3D プリンターっていうのが結構巷で流行ってて、いろいろ各国でやろうとしてるのが、建物、こう家とかを 3D プリンターで作ろうぜみたいな話が今結構あるらしいんですよ。
ほんで先日あのロシアのこの 3D プリンターの会社のとかアプスコーという会社があるらしいんですけど、その会社がとうとうですね家を 3D プリンターで作ったのに成功したんですって。でこれどういうことかというと、まあ、現場にその家を建てるところにこの建設用の 3D プリンターを持ち込みまして、もうそれがですね全て全自動で24時間で家1軒建てたらしいんですよ。本当かなと思いますよね。いや1日で家建つならよ、まあ、その家がいくらぐらいで建てきれるのかよく分かりませんけど、どの規模の家なのか分かりませんけど、まあ、家っつってるぐらいですから人が入ってこう生活できるようなものなんでしょうけど、まあいよいよ来たなという感じがしますよね。さあそういった意味ではもうどんどん便利になっていくような気がしますけれども、なんかこうなんかいいのかなみたいな気はするよね一応ね。はい。さあ、この番組はゲストとともにお話ししながら小ネタにできるようなさまざまなランキングを紹介していく情報バラエティ番組です。昼と夕方の間の30分どうぞ何かしながらお楽しみください。またこの番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではサイマルラジオでもお楽しみいただけます。少しラジオの電波が悪いなと思われる方はお手元にネット環境があれば FM ギノワンのホームページより覗いてみてくださいね。皆さんこんにちは、ヒルカライブニングです、ラビットさんは 3D プリンターではリフォームしないですやったらすごいね。 あ、ラモス・ルイルイさんありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。そうね、僕身振り手振りするんですよ、ラジオのくせに。なかなか、なんかこうするとこう喋りやすいっていうか癖なんでしょうね、昔からのね。だからそう、PR でね、AV フォーカスでございますね。いいですね。なんかカメラかなんかのコマーシャルで前タイアップして使われてたような気しますけど、はい。さあ昼からイブニングは少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝いリノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット、創業45年、これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工、ヘアカラーとヘッドスパの店那覇市式名の美容室オンリーワンスタイルマリーゴールド、以上各社の提供でお送りします。リノベーションのことならラフィット、空間デザインのこともラフィット、資金計画もやっぱりラフィット。住まいが変わると笑顔が増える、あなたの暮らしをトータルでサポートします。住んで感じる、暮らしてわかる、新しい住まいの形。詳しくはリノベーションラフィットで検索。より迅速、より正確、より発展をモットーに建築可能な加工やステンレス製品加工はもちろん、最新プラズマ切断機の導入により多種多様な形状に鉄板を切断できるようになりました。これからも地域に根ざした会社を作っていきます。まずはウェブで検索、カタカナで玉木、有限会社玉木鉄工。またアプリになってるよ。
せっかく染めるならマリーゴールドは自分だけのカラーアレンジでヘッドスパもできるよね、店長。落ち着いた雰囲気で男性の皆さんにも喜んでもらってます。髪で気分を変えよう。お問い合わせは 851-5318。 松井くもやってます。オンリーワンスタイルマリーゴールド。改めましてこんにちは、昼からイブニングパーソナリティーラミナスイッキです。本来であればここでゲストをご紹介するタイミングではございますが、今日はいらっしゃいません。なんでね、一人でねのんびりと最近のマイブームについて30分熱く語っていきたいなと思ってます。マイブームマイブームって言ってもまあそんな大したもんじゃないですけど、はい、あの都市伝説に最近改めてハマってまして、もう手当たり次第見てますけど、この YouTube だったりこうインターネットで検索したりねしてますけどね、面白いですね。ただ夜見るのはちょっと怖いですね。なんか中にはおおと思うようなものもたくさんあるんですけど、なんかね、なんか明るい都市伝説みたいのもあったりするんですけどもね、はい、そういったものをね今日、まあ、皆さんが知ってるものも知らないものも、ただその都市伝説っていう括りですから、なんかそういう話あるらしいぜぐらいのちょっとライトな感じで聞いていただければと思います。まあ、都市伝説の話をする前にですけど、今日番組の宣伝をいつも FM ギノワンのこの Facebook のページから流すんですけど、今日はですねこのアンパンマンの、これ何ちゃんですか、あ、はいはい、しめじちゃんとシチューおばさんっていうののこの写真をパッと貼り付けたんですけど、このしめじちゃんっていうのが、まあ、アンパンマンのキャラクターといえばもうその食べ物だったり何かだったりをモチーフにしたキャラクターが多いじゃないですか。この柳瀬隆さんっていう方が、2013年にもう94歳でお亡くなりになられてますけど、確かアンパンマンのキャラクターの多さがギネスに載ってますよね。何千種類とかいう なんかそういうのがあったらしく、でその中でしめじちゃんっていう、まあ、キノコですな、キノコのしめじちゃんがもう可愛いキャラクターなんですよ。もういかにもザ・アニメのキャラっていう、こう目もクリクリで、で頭にちょっとしめじがプニョプニョみたいな生えてるみたいな感じのやつで、ね、仲間にはそのなんですか、松茸くんとか、なんかえのきちゃんとかなんかいるわけですよ。キノコチームなんですよ。でそんなしめじちゃんのこのストーリーの中にシチューおばさんっていうのが出てくるんですけど、まあまあシチューにしめじ入れたら美味しいなぐらいの感覚なんですけど、そのストーリーはしめじちゃんが道に迷ってシチューおばさんとこ行って、そのしめじのシチューを作ってもらって食うみたいな話なんですけど、そのシチューおばさんがめちゃめちゃリアルなんですよ。リアルっていうか、まあその漫画の世界のリアルだからあれなんですけど、普通アンパンマンだってこの目があって鼻があって口があってもうまるで描けるぜみたいなアンパンマンじゃないですか。しめじちゃんもまあ似たようなもんなんですよ。アニメのキャラクターって感じなんですけど、シチューおばさん、おばさんなんですよもうなんかね、こうおばさん感を出そうとしたんでしょうね。まあ一度見てみてください。シチューおばさんっていうキャラクターいますから、どんなやつかというと、お鍋の白いお鍋におばさんの顔がポンってはまってる感じですね。で、その仲間にパスタおばさんっていうのもいるんですけど、こいつもかなり、リアルです。おばさんですだからもう料理作る人イコールおばさんみたいな、そういう位置づけなんでしょうね。分かりませんけど、はい、まあ、気になる方はシチューおばさん検索してみてくださいね。さあ、そんなアンパンマンに、まつわるその都市伝説みたいなやつも結構ありまして、まずは作者の柳瀬隆さんですね。この方が先ほども申しましたけど、2013年の10月13日に94歳のお年でお亡くなりになられておりますけれども、そのキャラクター作りが非常にうまい方で、確かギネスにも載ってて、でその柳瀬隆さんが何だったかな、この全然売れる前にこの藤子不二雄、まあドラえもんとか書いてる作者ですけどから電話あって、その柳瀬隆さんにちょっと漫画のアニメのキャラクターを考えてほしいっていう、こう電話が急にあって、全然仲良くなかったらしいんですけど、で急にあったことからつながりが出て、でその時に書いたアニメがなんかね、子供向けのアニメなんですよ。でそこで柳瀬隆さんが、あ、自分はその子供向けのアニメでちょっといろいろ世に出ていきたいっていうことで、アンパンマンをその3年後か2年後かぐらいに考えたみたいな、なんかそういう話らしいんですよね。でそんなアンパンマンですね、いろいろもうなんかもう闇の話が多いんですよね。まあ、聞いたことある方も多いと思いますけど、まず首なくても飛べるでしょ
もうこの時点でどうだばみたいな、子供心に首ないやつ飛んでいいばみたいな話もあるんですけど、でそのなんかジャムおじさんがパン工場で作ってる時に煙突から命の星が落ちてきて、それがパンに混じってアンパンマン生まれましたよっていうことらしいんですよ。で生まれた時から洋服つけてるんで、その洋服の中身がどうなってんのかは分かんないらしいんですけど、ただ首だけはパンでできてるわけですな。でそれに対してあのバイキンマンで、バイキンマンももともとジャムおじさんがなんかね、ジャムパンマンみたいなやつを作ろうとしたんだけど、なんかそれがカビ生えちゃってバイキンマンになりましたっつうことなんですって。なんかもともとジャムパンマンらしいですな。でそのバイキンマンが作ったドキンちゃん、まああのジャムでしょうね、だからその食パンマンが好きみたいな、なんかそういうことらしいですよ。へーって感じですよね。なんかまあいろいろつながりがあるんでしょうね。はい、さあ、そんなねポップな都市伝説からちょっと今日は怖い都市伝説まで少しずつお話しさせていただきたいんですけどもね、まずは何の話からしましょうかね。まあ皆さんからもこんな都市伝説あるんだぜっていうのをね、どんどんまだまだお持ちしながら、進めていきたいと思いますけども、あの都市伝説ってどんなのがあるのかなっつって、この検索エンジンで都市伝説で調べるとだいたいポンって出てくるんですよね。で都市伝説って最初に出てきて、もうこんな都市伝説ありますよみたいな、なんか一覧表っていうか、まあ、有名な都市伝説はこれだみたいなのがあって、まあ1位口裂け女、はいはい、まあ、まあ、会ったことないですけど聞いたことあるわ、はい、あの口がね裂けてて私綺麗って言ってくる人ね、怖いね夜あったらね。でトイレの花子さん、学校のトイレの奥から何番目のトイレ花子さんがいるみたいな、なんかそういうことですわ。で、そうこうしてて大体知ってんすよ、こっくりさんとかね、なんとかなんとかさんみたいなみたいなやつが大体分かってたんですけど、なんかねその途中に暗い日曜日っていうのが見えて、で暗い日曜日って何なんですかみたいな話でちょっと調べてみたら結構怖くてですね、今日ご紹介します。そう、暗い日曜日っていうのが1933年にハンガリーの作曲家シュレッシュ・レジェという方によって作曲された曲なんですけれども、まあ簡単に言うと聴いたら死ぬ歌らしいです。聴いたら死ぬと言われてる歌らしいです。ね、これどういう、いきさつかと言いますと、ね、なんかその曲を聴いたらなんか自殺した人がいるとかどうとかこうとかっていう話もあるんですけれども、実際はこのシュレッシュが、この曲を世間に発表すると結構売れたらしいんですよ。内容はこのなんかね、亡くなった恋人を嘆く女性の歌なんですけど、でその暗い日曜日が、まあ、意外にもヒットになったもんですから、このヒットを喜んだ作曲家のシュレッシュ自身がすぐさまこの曲を生むきっかけとなったその恋人に、まあ、女性の恋人にすぐ連絡したらしいんですよ。曲作ったらヒットしたんだよなんてことを言ったらですね、その女性が翌日遺体となって発見されたといういわくつきのお話ですね。でその、まあ、その女性彼女は、まあ、毒を飲んで自殺したと言われてるんですけど、その女性の手元に1枚の遺書がありまして、その遺書には暗い日曜日とだけ書いてあったという、なんでなんでしょうね、まあ、なんかちょっとそう考えると怖いなと思うんですけど、まあ、世にはその聞いたら死ぬ歌と言われている暗い日曜日、あの世界各国ではこういったラジオとかでもあの放送禁止になってる国も多いみたいで、実際このインターネットにはその楽譜なんかも載ってるんですけど、さあ、今日はですねそんな暗い日曜日をですね皆さんにお聞きいただ流さないよや、死ぬよや、俺が死ぬよや、はい、そこはもう気になる方はお手元にネット環境があればどうぞお調べしてみてくださいね、はい、さあ、そんないろいろな、都市伝説もありながらですね、いつものランキングコーナーも行ってみたいと思います。昼からランキング、昼からランキング、この時間は誰かに話したくなるようなさまざまなランキングをご紹介していくコーナーです。
今日はですね、本当はワールドカップの話触れたかったんですけど、もう朝からニュースでどこもやってるでしょ。半端ない勝利の映像がバンバン流れてるでしょ。だからもういいやと思ってるんですよ。だから次のセネガル戦勝ったらちょっと僕も行きますからね、はい。そんな今日はですね、今日は都市伝説ですからこっち行きたいと思います。インターネットで話題の都市伝説ベスト3でございます。今日は第3位から行ってみたいと思います。インターネットの中には本当にいろんな都市伝説ありまして、具体的なものから本当に噂話でしかないものもあるんですけれども、今日はですね、そんなインターネットの中で実際に見ることができるこういうもんなんだよっていう都市伝説をですね、いくつか、ご用意しておりますので、第3位から行ってみたいと思います。第3位ナンバー3、はい、第3位ですね、不幸を連れてくるスレンダーマン。はい、なんでしょうね、っていうか誰なんでしょうね。さあ、そのスレンダーマンという人なんですけど、人っていうか真っ白な顔と2本の異様に長い腕を持って、体長はだいたい 2.4 メートルぐらいあると言われている彼なんですけれども、インターネット上で最も有名な、謎に包まれた殺人鬼と、称されているみたいですね。でもう何をするかというとですね、遠くから眺めてたり、電波ジャックしたり、人間を人形に変えたり、人間の考えを読み取ったりとか、まあいろいろ、まあなんかそういったちょっと怖いことしてくるようなやつらしいです。である話では2014年アメリカのウィスコミシン州で2人の少女がスレンダーマンを強く信じてしまったことで、スレンダーマンが彼女たちに対して友達を殺すようにと命じたのをもう信じてしまって、でその2人の少女はその言葉通りに友達を殺しに手掛けるというような事件があったということらしいです。これはなんか事実そうらしいです、はい。でそのスレンダーマン、インターネットでなんか動画みたいなやつもあるんで、ちょっと見てみてくださいね、気になる方はね、はい。続いてまいりましょう。第2位ナンバー2、はい、第2位はですね、写真を拡散しないと呪われるスマイルドッグでございます。1990年代とある掲示板サイトで、驚愕の写真が投稿されたわけですね。これはですね、スマイルドッグというふうに名付けられていて、ハスキー犬、あーちょっとなんかイケメンの犬っすな、そのハスキー犬が暗い部屋の中で人間が笑っているかのような不気味な笑みを浮かべているというような写真らしいんですよ。で写真の左端には血まみれになった人間の手も見えるということで、でこのスマイルドッグの写真を見た人は、誰かにこうその写真を見せないともう悪いこと起きますよみたいな、もうベタベタな設定のスマイルドッグなんですよ。で実際にこのスマイルドッグの写真も YouTube で見ることができますんで、ぜひ拡散したいぜっていう方はチェックしてみてくださいね、はい。さあ、そして気になる第1位参りましょう。これちょっと怖いですよ。第1位ナンバー1、はい、今週はですね、インターネット上で、実際に見れる都市伝説ベスト3第1位はですね、決して見てはいけない男性の動画、ミリアナ・モルデガード・グレスゴフ。ちょっと難しいですね、もう一回言いましょう。ミリアナ・モルデガード・グレスゴフ、はい。この動画何かというとですね、 YouTube がオープンして間もない頃にある動画が、爆発的に再生回数を伸ばしていったんですね。まあ、それがこのミリアナ・モルデガード・グレスゴフの動画なんですけど、この動画どういうものかというとですね、この赤い世界に赤い顔をした男の人がいて、なんかね、音も何も流れてないんですよ。僕見たんですけど、これで2分ぐらいの動画なんですけど、話によるとこの動画を見た人はもう気がおかしくなって、自ら命を絶った人もいれば、中には涙が止まらなくなったり、またナイフで自分を傷つけたりとか、まあ、いろいろなこうことが世界中であるんですって。なんか目ん玉くり抜いた人もいるらしいですよ。でそんなこのミリアナ・モルテガード・グレスゴフの動画なんですけど、
今でも見ることができます。僕も見ましたけど、ただね最後まで見れなかったです。というのがこの音も何も流れてない、このなんかねちょっと不気味な動画なんですよ。もう赤い顔の人が赤い世界、どこにいるのかもちょっとはっきりわからないんですけど、遠くの方に雲がちょっと見えたりしてるんですけど、で何を話すわけでもなく、ただずっと微笑んでるんですよ。で静止画じゃなくてちょっと動いてるんですよ、なんかピクピクって。なんかね確かにずっとこの動画見てるとなんか嫌な気分にはなるなと思って、僕も途中でやめましたけど、はい、気になる方はミリアナ・モルデガード・グレス・ゴフ、動画検索してみてくださいね。以上昼からランキングのコーナーでした。これくれぐれもこれ自己責任でお願いしますよ。っていうかもう都市伝説ですから、まあ、こんなことあんだな、こんなのあんだなぐらいのちょっとライトな感じで真に受けてっていうのもおかしいですけど聞いていただければなと思いますね。はい、でもまあ本当にいろんなもんあって、沖縄の都市伝説みたいなやつもなんかこう調べてみたんですよ。したらね、ありましたよ1個ね。何だったかな、恩納村の、中部と沖縄中部と沖縄北部の間に恩納村っていうところがあるんですけど、リゾートホテルが一番多いところですね。西海岸沿いにこうあるところなんですけど、そこの旧道にドライブインのレストランがありまして、ここ有名なドライブインのレストランなんですけど、でそのドライブインの裏に 海なんですけど、裏でそこに約50メーターぐらいかな先に無人島がポンと1個あるんですよ。でそこヒートゥー島ってヒートゥー島って言われてて、まあ、ヒートゥーっていうのは沖縄でイルカのことを言うんですけど、昔沖縄の北部の方ではイルカを取って食べる風習があって、今でもなんかやってる人いるのかな分かんないですけど、でその国道58号線のちょうどその名護市内に入る道の傍らにはそのイルカの像が祀られてるんですけど、その恩納村のドライブインの裏にある島もヒートゥー島って言われてて、なんかイルカが祀られてるらしいんですよ。で干潮になったら歩いていけるんですけど、その島に行ったらなんか悪いことが起きるんですって。いやこんな簡単に言っちゃっていいのみたいな話なんだけど、だからそこね、なんか地図にも載ってないよみたいなこと言ってたんだけど、ちょっとその真意は定かではないですけど、でそこになんか作られて、なんか廃墟があって一個、そこもともとねそのイルカの料理を出すレストランを作ろうとしてたらしいんですよ。ところがその営業ができない何らかの理由があって、今はそのオープンしてないんですけど廃墟になってるんですけど、なんかイルカを入れておく水槽とかもあるらしいですよ。まあ気になる方はね福岡覚悟で見に行ってみてくださいね。はい、さあ、そんなこんなで今日はゲストいらっしゃいませんでしたけれども、たまにはね一人でのんびりこういった、ユンタクもいいかなと思っております。さあ、いかがだったでしょうか。昼からイブニング、あっという間のお時間でございます。来週はですねまたゲストの方をお呼びして、たっぷり皆さんとお話しさせていただきたいなと思います。それでは皆さん良い午後を。ゆらみの世紀でした。さあ、皆さんありがとうございました。こっちもからまあいいか。ありがとうございました。